今日もマネーについて学びましょうよろしくお願いします,ししますさあこの時間はですねテレ東ビズ2周年感謝祭 BS テレ東枠ということで毎週木曜日夜10時からオンエアしていますマネー情報番組マネーの学びが担当させていただきます,すよろしくお願いしますメインキャスターの村尾さんですよろしくお願いしますはい。 そして一緒に考えていただくのは日本経済新聞マネー編集チーム副リーダーの大口さんです。よろしくお願いします。いつもこんなメンバーで入っておりますが、なんと実はですね見たことある方もいらっしゃると思いますが、番組は100回をもう超えてまして、3年目に突入していますが、すねうん、簡単にどんな番組か大口<え>さんの方から。あのまあ人生100年時代と言われてますけれども、この長い老後の暮らし。 どう暮らすか、やはり先立つものはお金になります。うん、そのお金をどう賢く貯めて。どう賢く使うのか。うん、これを皆さんと考える番組がマネーの学びです。はい。役<い>に立つと思います。では早速今日のトークテーマなんですが、はい、こちら。新ニーサ、来年スタート、今こそ投資を始めよう、はい、ということです。ニーサ、ご存知でしょうか。日本語で言うと難しくて、少額投資非課税制度。 これが大幅に拡充されるんです。来年1月から新ニーサがスタートするんですが、今日は投資の初心者が活用するにはどうしたらいいか、まあ大口さん中心にいろいろポイントを押さえて考えていきたいと思います。大口さんこれちょうどあと半年後にスタートなんですね。そうなんですよね。もう、ね、本当にこううまいタイミングでね、ねお話しごとになりました。それで私もこのタイミングに合わせて、うん、えちょうどこのニーサ新ニーサの本をですね。 出したんですね。えっ、ー、とこれあの正直 FP と名乗られている久、えー、田昌夫さんとの協調なんですけれども、日経 B.P. から今発売中です。えおかげさまであのだいぶ売れておりまして、うん、ありがとうございます。今日それを宣伝しに来た。あのちょっとこの本からもいろんなデータとか数字を使ってご説明するもんですからね。はい、よろしくお願いします。で、はい、まあその新入社まあどうなんだっていう話なんですけど、はい、相当良くなってましてね。これもうやらない手はないという感じなんですね。でもっと言うと。 じゃあ、来年から始めればいいんじゃないのと思わずに、うん、もう今年から NISA 制度を使った方がいいですよというお話をしようと思いまで、今日のトークテーマなんですが、つありますまずはそもそも資産運用ってどうして必要なのか、人生ね100年時代、そして真ん中、紙改正。 新ニーサどこがいいのか、うん、そして最後は実践、賢いニーサの活用術ということでお届けしていきます。どうぞ皆さんのチャット欄にですね、質問、感想を。 お願いいたします大口さん、村尾さん私は答えることないと思うんですけれども時間内でお答えしていいいきたいと思います、はいはい、では、まず最初なんですがその i s a の説明に行く前にそもそもなんで資産運用というのが大事で今、注目されているのかってことうこでですすよね、うん、そうですねそ昭和30年代ぐらいってあの、まあ、定年の年齢も短かったんですよ、うん、55歳とか。うん、それで60歳ぐらいから年金を受け取って、えー、65歳ぐらいでこう食べちゃったりしてたんですよね。うん そうすると、人生設計もあんまり何も考えなくてもよくてでまああの年金もうまく回ってましたということなんですけど今、よくほら人生100年時代ってねそれこそ我々の,あの番組の名前にも付いてますけどとにかく長生きをするでしかも公的年金しか収入がなくなってからが人によってはまあ30年とか35年とか長いじゃないですかそうするとその間のお金の手当てを考えないというわけにはとてもいかなくなっちゃったという,いうことがありますよね。 じゃあそのお金うまく作るにはどうすればいいのって言ったら結構こうやることはあんまりなくて三つぐらいしかないんですよね。まあ一つは収入を増やす。はい、ところがこれって難しいじゃないですか。うん、簡単にはいかない、うん、ね。であの二つ目が支出を減らすと。うん、私もこれ頑張ってやってみたことがあって。 一回あのお昼ご飯を抜いてですね。そこまで。はい。一日三食二食にして。ちょっとひもじいですね。やってみたんですよ。で半年ぐらいで十万円貯まったんですけど、体調悪くなりました。それは元も子もないですね。ダメだと。でそうすると残るのは三つ目のお金に働いてもらう。まあよく聞きますけどね。これしかないんですよね。結局のところ。皆さんどう思います？うん。あの今はね、大久さんその個人の立場でこういろいろ言われたけれども。 もう少しマクロの視点国の立場に立って考えてみると、うん、今、どん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 んやはりこの IT 産業だとかバイオだとか産業構造を大きくく転換していいいかななちゃいけない時期ですよねこうなるとどうしてもスタートアップあのいろんな企業が出てこなくちゃいけないそこに必要なのはリスクマネーなんですが、うんうん、そのリスクマネーを私たちが貯金から投資に振り向けることによってその産業に必要なリスクマネーを僕たちの投資資金がそれを供給するという。うんうん ことになって国自身もこれ大歓迎なんですね、うん、ですからよく貯蓄から投資へということを、はい、国が温度を取って言ってるのはそういうことも背景にあるんですねでも現状世界と比べるとどうかっていうと、うん、やっぱり日本は全然見てください貯蓄が半分以上そうなんですよ、うん、これ日本とアメリカと、まあ、ユーロ圏ヨーロ,ヨーロッパですけれども、うん、それぞれ皆さん金融資産の中でどれだけが この現金預金預つまりリスクマネーになりにくいお金ですねこれがどれぐらいの割合なのかっていうところを見るともうこれも一目瞭然日本がもう半分以上が現預金になっているアメリカは現預金が13.7%ユーロでも34.5ということでですからここのところをもう少し株式など投資信託などのリスクまで増やしていくと。 先っ言ったような、ねうん、あの日本の産業構造全体もうまく切り替わっていくんじゃないかということなんですねただ、大口さん日本人はやっぱり、はい、減ることに対する恐怖増えることよりもありますね1円も減らしたくないっておっしゃる方よくいますよくリスクとか、ねうん、言いますけどもその投資の世界におけるリスクっていうのは危険性だけじゃなくてその触れ幅のことなんですよね,ねだから思ったよりも、えー、儲かっちゃったなんていうのも。うん ある意味リスクって言うんですよ。うん、とにかくでもそのリスクっていうものを減らしてうまいことこうお金と付き合っていく方法というのは実はありましてね。うん、全然難しくなかったりするんですね。うん、でその、えー、マジックワードというかその覚えておきたい言葉がまあ長期分散積み立てっていう言葉なんですよ。よく、うん、聞きますけどね。うん、はい。うん、であのこれは全然難しいことじゃなくてこれからお話しするニーサとか、うん、新ニーサの制度を使って、えー、誰でもすぐできることなんですね。だから最強の投資法が実は一番楽だったっていうのは。 こういう話なんですけど。なるほど。はい、長期分散積み立て、はい、ぜひ覚えてください。はい、で、この後と新兄さんのことを勉強していくわけなんですが、あの実は兄さんについての基本的なことはマネーの学びでも何回かやっていて、ね、このテレ東ビズのアーカイブにもあります。うんうん、4月6日と13日に放送したものがアーカイブにありますので、そちらも合わせてご覧いただけるといいかない、ね。じゃちょっと今あの補足で、うん、長期のところだけグラフ用意したんで見ていただきますか。はいはい。はい 出ます出ますかね。あ、これなんですけどね。うん、その長期分散積み立ての中のまあ長期の部分ですけど、うん、積み立ニーサってそもそも今あるやつがなんで20年なのかっていう話なんですよ。で、これ金融庁自身がまあ用意しているグラフなんですが、保有期間まあ投資期間ですね。これが5年ぐらいだといい時はプラス14%とか言ってるんですね。うん、だけどもダメな時にはマイナス8%と赤い棒が出たりするわけなんですよ。うん、で、ところがそれが保有期間20年になるとまあ。 すごくいいってこともなくなってるんですけど赤い棒マイナスもなくなっていて、はい、だい,たい真ん中に修練しているとああの横軸で右に行けば行くほど収益が高くなってくるんだけど。はい なるほど5年だとマイナスの部分がどうせ投資するんだったら長く長期に投資をするとなるほどこれはよく分かる、はい、プラスで終われる確率が高くなる、うんうん、もちろんそれでもマイナスはあることはあるんですよ、だけどその蓋然性が低くなるってことなんですね、うんうん、なんでやっぱりこう長期は強いよねと、こういうい話ですじゃあ、本格的にテーマに入っていきましょう。はいうん、2> 2番目の 神改正、新ニーサどこがいいということなんですがあの、ね、上ちゃんさんが書いてくださったんですけど、今、積み立てニてサをやってるんですが、新ニーサとは別物ですかって、まさにその質問に答えていきたいとは思うんです、うんはい、どこがいいか、もうズバリ大口さん、はいええっと、まず一番いいのは、えー、非課税で運用できる枠がすごく大きくなったとっいうことですね、うん、ご覧くださいで積み立て、えー、今ですね、左側に積み立てニてサと一般ニーサがあります、これは今のものですね。今ののも、ね、はい で右側に新ニーサの、ね、オレンうの方が新ニーサ、はい、これが来年からです来年から、はい、でこの左側の左みのて立ニーサ一般ニーサっというのは2つが併用できないんですね、どちらかを選ぶ必要がある。うんはい、で、新ニーサになると積み立てニてサってというのは積みたて投資枠というものに変わるんですね。うんうん、それで、一般ニーサっというのは成長投資枠というものに変わって、この2つを併用できるようになるんですよ。うん、でしかもその積み立て投資枠は 年120万円まで非課税で運用できるんですね、ねこれ、現行の3倍です。うんうん、で、成長投資枠は年240万円で、現行の2倍ですね、併用できるってことは、なんと年に360万円まで非課税でお金を運用できるってことなんですよ、この枠がものすごく大きくなったっていうのが、まず一番大きいところで,、うんうん、でもう一つでかいのが、えー、と今まではそこに20年とか5年とか書いてますよね。ね保有期間がねはいで 積みたて NISA を例えばある年始めて20年間は運用を続けていられますということなんですね。さっき見た通り長期で運用できてるとプラスで終われるようになっているわけですから5年よりも20年になった方が良かったわけですけど来年になるとそれがもっと長くなって無期限。簡単に言うとプラスが出るまでずっと運用し続けることができるようになったということなんですね。うん、ただしそうすると 年360万円のものを無期限にずっと積み重ねていけるとするとものすごい巨大な非課税枠ができちゃうじゃないですかそれはちょっとまずいよねってことで生涯の投資枠っていうのができたんですね生涯投資枠っていうのが全部の合計で1800万円までよく老後資金2000万円問題とかでたありましたね。ね時期ありましたよね。そ、うん、そううすするるるとととのうち万円までお金を積み立てられるとするともう 元本だけでほぼクリアできちゃうという。<laughs> で当然ですけど、あの運用したきたお金増えますからね。うん、まあ大体の人にとってみたらこの新しいニギサだけで老後資金二専問題解決しちゃうという。ういうこ,これ大きいですよね。うん、じゃこれ投資効果、はい、どのように見ればいいんですかね。そうですね。うん、あの例えばですね。 え毎月5万円を30年間積み立てたという図を用意したんですが元本の合計ちょうど1800万円になるようにね計算してる、うん、これ1800万円なんですけどもすっぽりと障害投資枠に収まる1800万円が3%というや,やや控えめなこう運用利回りで回ったとしますと30年後には2914万円になっているんですね。うん、1800万円がそうなんでですかっ,て言ったら 非課税であること、うん、それから長期の福利運用であること、うん、まあ雪だるまが転がるように、終わりの方にいくに従ってこの利息というか、運用収益の部分が増えているわけですよね本当は収益のところに本当は税金かかるわけですよね、はい、本当だったらね。で,でもそれは非課税だから税金かからないから、まるるるまま自分のところに来るさにこれがお金に働いてもらうということですよね。ということなんですよね。 あのですね書き込みで面白いですよ和牛さん昔定期預金に丸い湯で300万まで無税でしたってあ,あった,あった私あんまり覚えてないんですけどあ,ーありましたねさっきちょうどね村尾先生とその話をしてたんですが<ー>もし今あの丸い湯があったとしても、うん、あれは利息に非課税にするって話ですから、うん、今の0 0ン2があの課税されようがされまいがだから今の我々にとっては丸い湯があるよりもこのニーサや新ニ i s がある方がどれだけ ありがたいかっていう話だと思うんですね。長期っていうことは若い人は若いうちから始めてた方が全然いいわけですよ。あ、それはそうね。だから若者なんかも多分積極的にこう考えていっていいと思います。それで来年になってから始めるよりも今年始めておけば今年の非課税枠っていうのは新入社と別枠で確保できるんですね。つまり引き継がれないんですね。そうなんです。今のは今のでそうですそのまま乗る。ガッチャンコをして1800万じゃなくて1800万の枠はこっちに残しながら今年やってれば。 今年のニーサの枠は持っていられる。なるほど。だからも、もう、今からでも始めた方がいいいなほ。なので、うん、なるべく早いうちに始めた方がいいですよっていうことをおっしゃって。うん、さっきの別物ですかって。かたたか別物です。ということなんですよね。はい。まあ、簡単になんですが、そのニーサの説明が終わりました。で、テンポ早いですよ。ここからが。新ニーサ活用術。あのルールは分かりました。多分。これはみんなに平等なんですけど。どう使うかによって。 差は出てきますすよねねそうでやっぱり初心者の人ということで言うんであれば、はい、あらかじめあの金融庁が投資信託を選んでくれているのですよ投資信託をまあうまく使うといいよって話なんですけども6000本ぐらいありますからね、うん、か 6, でその中でこう大体初心者の方っていうのはこ,うなんかこの中に自分に向いたベストの1本があるはずだと思っちゃってこう調べたりいろいろあるんだけど結局分からないで始められないと、うん、いうケースがあるんですよね。ところが 今すでにあるつみ立てニーサ a この積みたて n i s の商品というのが、今度、新しいニーサの積み立て投資枠に引き継がれるんですけれども、だから、この積み立て投資枠の中で、使える投資信託を、うん、え使っていくといいと思うんですね、でこれは金融庁が決めた条件に合うものが、6月30日時点で235本、うん、23本実は今日2本増えたんですよ、ねうん。そう、なんですあのどんどん増えてるんですよ。あじゃあ日々々刻,刻、うんはい 台本のバージョンが上がるたびにき昨日まで233って書いてあったのに、今日なったら235になったあこれは金融庁が認めた低コストで長期分散積み立てに適した投資だけが選ばれてるんですね、235ね。ただ、大口さん、235本といっても、私たちにはまだまだ多いなという感じはあるんですね200本以上って言われるとね、そこでどうすればいいかというと、投資信託ってどういう形があるのかっていうのを考えればよくて、 インデックス型っていうのはあるんですね。はい、これは要するに日経平均とかトピックスとかに連動して機械的に運用すると、まあうん、うん、あるいはその市場平均を目指すっていうやつです。うんうん、で、運用者が張り付いてこういろいろ頭悩ましているわけじゃないんで、うん、コストあの信託報酬って言われる手数料が安いんですね。人の手がかかってないからで、ね、そうですで。今もうものすごいその引き下げ競争になってまして、うん、で大変安くなって。うんうん、で、もう一つがアクティブ型っていうのがありましたね。はい これは運用者が銘柄選びをしたり、銘柄入れ替えをしたり、この右の下のとこですね。そうなんです。だから人が張り付いてる分、コストは高い。うん、ただし、成績は期待できると。なるほど。いうものなんですね。で、あともう一つが、バランス型って言いまして。伝統的な、まあ、イオン資産を、まあ、うまいぐらいに組み合わせてやると。うん、マクノイジー弁当みたいな感じですかね。うん、で、あの、その組み合わせっていうのも、もう均等に。 4資産均等とか8資産均等なてのもあるんですね国内海外株式の結論にまた戻りますとこの3つの中でいうと初心者ならばコストも安い分かりやすいインデックス型で始めるのがぱり一番いいと思うんですよ初心者はねこれは何本あるのかいくつあるんですかさっきが235本だったでしょょっと半分ぐらい減るんですかこれはインデックスが割と中心というところもありまして197本あるんですね。本これでも多いな う本当だね。多くないですか？大丈夫です。この中でもはい。こんなでもまた選び方はありましてね。ええで、あとはじゃどういう資産で運用されてるものにあの投資するのかっていう、それで選んでいけばいいんですね。大きく言えば国内の資産なのか、海外の資産なのか。で、国内だったらさっきも言いましたけど、日経平均に連動するものとか、あとトピックスに連動するものありますよね。で、海外だったらまあ MSCI とか。 から S＆P500 みたいなまあ株価指数に連動するものを選べばよい。ちょっとちょっとちょっと細かいですけどね。なかなか難しい専門的な言葉になってきましたけれども。はい。つまりいろんなその指数に連動するものそなんっいうことですよ、ね。はい。まあ、これ見ていただきますとちょっと細かいこと書いてますけども、うん、まあ3000銘柄9000銘柄500銘柄なんか結構分散投資されてるのがわかりますよね。<ー>個別の一つの企業じゃないってこと。そうなんです。例えばその FTSE グローバルオールキャップスインデックス投資に。 あインデックス連動のファンドだったら、まあ全世界の株式からまあ九千銘柄を少しずつ買っていくのと同じような効果があるわけなんですね。上から二つ目の話。です、ねはい、これあの人力ではほぼ無理。確かに。ですよね。うん、はい。それが投資信託一本買うことでできちゃうわけですよ。うんうん、そうそう。その中で簡単に言うと四社や五社倒産しても自分の資産がガクッと減ることはないわけですよね。うん、なるほど。このインデックスというのはまあいわゆるとおあのいろんな株が入って ているから、あのある意味少しぐらいの凹凸があろうが、全体の動きを見ながらそれがこう動いてるから、あの大丈夫だよっいうことで、中にはあの10倍株って言ってテンバガーなんていうね、ものすごく成長するのもありますから、鳴らしていくとやっぱり何パーセントかでこう伸びていくという感じですね。なかなかね慣れてる人もあのカッコしてくれててシーママさんバランス型のパフォーマンスが意外と悪い、いろいろねやってるんでしょうね。ありますいろいろと。で具体的なんじゃ。 商品をね。はい。今日はせっかくなんで。そうですね。大口さんに挙げていただいているんです、はい。あの先ほどこうお見せしたこの本の中から、うん、えっと日下さんが実際にこう取り上げているものをご紹介しますね。えっ、ー、と例えば SBI 証券でいうとこんなところがいいんじゃないのかっていうことで5本まあ選んでもらってるんですけれども、1> うん、丸1は先ほど紹介したアメリカの代表的な株価指数の S&P500 に連動するファンドですね。はい、はい。で2つ目はえっ、ー、と全米株式っていう名前でわかるように。 小型株も含めたアメリカの株を全部買っちゃうようなイメージですね。うん、そうすると規模の小さい会社って伸び率も大きいですから結構全体で見るとパフォーマンスが良くなる、うん、なんてこともあるわけですね。はあ、<ー>でこれ会社が違うとまたガラッと変わってくるんですかね,ですねえと楽天証券の中で買うならこれがいいんじゃないかというので菱田さんが選んだのがこちらで 1>,、うん、えと1番から eMaxSLIM と、えー、ススいうのが結構並んでますよね。ここれはあの信託報酬が安いことで 結構人気を集めているものでして、うん、投資する対象としてはまあ S&P500 だったり、全世界株式だったり、先進国株式ということなんですね。うんうん、とにかくここに挙げられているものっていうのは、えー、手数料が安くて使っている方がすごく多いという意味で、あの非常にお勧めできるものではあるんですよね。うん、村瀬さんなんか難しい顔して見てましたね。いやいやいや、これは例えばね、あのまああの初心者の方も含めていろいろ金融庁のお墨付きで まあ200本ととかあるよとこれは例えばあの野村証券だとか SBI 証券だとかいろんな証券会社がありますよね、はい、それはどこ行ってもあのその商品を買えるのかいや、この投資信託はこの証券会社しか買えないよとか紐付きになっているのか、うん、その辺りはどういうふうになっているんですか、ね、あの基本的には販売会社と運用会社が、えっと、結びついているところもあるんですね。うん、はい なんですけど、そのユニバーサルにえいろんなものをこう集めてるよってところもあるんですで、うん、逆に言うとその二百三十五本あっても。 そ全部集まっているかどうかは必ずしもあの集まっていると言い難くてああ例えばの地方の地方銀行なんかになるとやっぱりその入れている商品そのものがちょっと少ないあ買う場所によって商品の数というのは、はい、多いところもあれば少ないところもあるんですうしなのでどこで買うかというのは結構大事で、うん、自分が例えばああ ななんとなくこれが買いたいというのがもしあるとするならば、うんうん、それを売っている証券会社を選ばないといけないんですね。うん、ということとになりますよね、はい、というのも、うん、ニーサは1人1口座しか開けませんからだから、うん、えとこの商品買いたいからこっちで開いてこれ買いたいからこっちで開いてというでできないんですよ。 そうか。だから商品のラインナップを見て、あここがいいかなと思ったところで口座を開く方が本当は、うん、といいわけですよ。はすごい質問来ましたよ。コズコズさんっていうものかな。全世界と言っても六七割がアメリカ株ですよね。で、まあ実際そういうことになるんですかね。<laughs> あのそこは本当にあの詳しい方は分かっていることなんですが、え、うん、全世界っていうのもやっぱり経済規模市場規模であの割っていきますんで、中身が必ずしも本当にあのヨーロッパが三割で、アメリカが三割で日本が三割みたいなことになってないんですよね。うん、で。 あのそういう意味で言うとアメリカが今ものすごい調子がいいんでアメリカ株が多いののはその通りです、はい、逆に言うと全世界に投資するファンドを買ってさらに SP500 に投資するようなものは。 ダブってるからやめた方がいいとは言えるんですね、うん、じゃあ日本株どうなんですかっていうとどうなんですか、日本株って今、勢いあるじゃないですか、はい、えそうですね、えっと、ちょっと用意しました、こちら、投資情報サイト、うん、民株の積立ニー n の利回りランキングなんですね、はい、でここ一で見ると、まあ、上位に日本株が来ていて、えっと、2、3、4、5、日本株ですね。はい、そうですねでおまけに利回りは15%ぐらいと、まあ、今、非常にあの日本株、調子いいですからね、うん、こういった成績になっています、うん、村さん、<う>始めたくなりました、どうですか。 いや、そうですよね。小さくする必要ない。いや、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 <laughs> いや、いや、だけど、やっぱり、これだけ多いと迷っちゃいますけどね。う,ねうん。皆さん、どうやって選んでるんだろうっていうのはありますけれども。こういう時に、やはり、その手数料なんていうのは、どうなんでしょうか。そう,そうですね。やっぱり、あの手数料が安いっていことは、非常に大きなポイントなんですよね。よねさっきも言いましたけれども、とにかく、あの一人、一金融機関でしか。 開けませんから、うん、なるるべく安いとところを選ぶ必要があると、うん、それとさっきも言いました取扱い商品の幅が非常にあるのかどうかということそれとあともう一つは、まあ、実際の使いやすすさですね例えばその対面証券で開くこともできますけども、はい、まあどちらかっていったら家であんまり自分でその人と会話せずに商品決めてやりたいんだっていう人の場合はネット証券の方が良かったりあるいは、えっと、自分が、まあ、楽天でよく買い物すると。 楽天ポイントが貯めたいんだと、いうような人は楽天証券で口座開くと。取引に応じてポイントが貯まったりもするわけですね。だから。それって投資と違うだろうって言わないで。そこら辺も含めて、今考えていかないと、同じことやるんだったら。ポイントがつうはいいよねっていう考え方もある、ね。自分の生活の中に、こう組み込んでいくっていう感じなんですかね。そうですね。やはり、あとね、あの、年代でも、これ、分かれてくると思うんですよね。 まあ、あのこうだんだん年を取ってくるとなかなかこうパソコンで、ね、自分でやるというよりはなんか対面でお話聞きながらこれを選ぼうかなというそれの方が安心だと思う方はやはり年配の方も,もちろんそれそれの方がいいんですよね。うんはい、人それぞれぞというかそういことです。ね、うん、さっき出てきたのはほとんどネット証券だったと思うんですけども、うん、あのねこんな質問が来てました六本さん新 NISA と旧 n i s a の口座は別々でも可能じゃありませんか 新と旧は今新ニーサを作るってことはできなくて、今今のニーサしか作れないわけですよね。今はね。そうそうそう。今開いた口座が来年になると自動的に新ニーサの口座に変わるんですよ。何にもしなくても。なるほどね。同じ証券会社なりになっちゃう同じ証券会社でいい人はずっとそれあの持ってれば、特に手続きしなくてもあの来年になったらいきなり積立投資枠とそれから成長投資枠がある新ニーサの 口座ができているという考え方なんですね。で<ー>はいじゃあやっぱり2つは持てないんですかとしでも1つずつ持てるってわけじゃないんです、ね、はい、あとドルチェさん、確かにの質問なんですが金融庁のお墨付きって表現がなかなかね、うん、っていうお墨付きっていうのは金融庁が選んでるってこと,、ね、えっと正確に言うと金融庁が選んあのまず条件を出してるわけですね。うん、はい でその条件に合うファンドはこれですよというふうなリストを出しているこれは金融庁が選んでると言ってもまあ過言ではないと思うんですけども、まあ、それをお墨付きというかどうかというのはまたちょっと微妙な問題でただ、あれですよねお墨付きというのは例えば元本保証ありだとか、うん、そういうことでは全くありませんからね、はい、ある一定の基準で満たしているものはこれだけれどもやはりここはあの預金とは全然違うのは。 これは元本、割れも当然のことながら投資信託ありますからねうん、うん、そこはさすがに金融庁でもそんなことまで保証できませんからね。うん、そ,うですねそれとあとあの今日リーザはね、はい、あの非常にいいものであって、うん、早めに使った方がいいと言いましたけど相場状況次第ではどんなことだって起こり得るわけですよ。うん、でリーザだから損をしないっていうのはそういう誤解はあのできればやめていただきたいというそうですね、はい、ここはしっかり押さえておくべき、はい。たただし積み立てをずっと続けていくのので一番大事ななは金融クラッシュみたいなこ こんな風にごもが高値の相場になって、もう投資家全員がギゃっていう時ありますよね。でもそういう時にも積み立てを続けていると、今度は安くなっているわけなんで、投資信の場合は口数がいっぱい変えるわけですよね。なるほどね。そうすると、けあの景気が良くなってまた相場が戻ってきた時には、これらが全部一斉にこう大きく膨らみ出すわけですよ、うん、だからこういう時にも相場が悪くなっている時にも退場しないで続けるというのが大事なんですね。 悪くなることはあります,ありますよずっと見方上がりってことは世の中ありえないんで悪くなっても退場しないで続けてくるってのが大事なんですよね、うん。あのが難品買いなんてねそうですね株の場合よくそういうのを言いますけれども、ねうん、平均のコストが下がるっていうことですから、うん、ただね僕も心情的によく分かるのは <laughs> 今までずっとその元本保証の預金に慣れた私たち日本人は <laughs> 本本やはりここからその投資に乗り出すとなると、うん、あ 願望保証がついてないのとかって不安になるのは、確かにその通り。うん、私もよくわかりますが。あの、そこを追われることもあるけれども、長い目で見ると。そうです。それが先まだの歴史の中では。言ってた20年みたいなね。と、こう、まあ、右肩上がりに。 やがててはなっいいくよという過去の経験値を照らして、ねうん、いろいろ言ってるわけですよ、ね、やっぱりあのいろんな企業はありますけど、はい、他の企業に負けてもいいとか潰れてもいいなんて思ってる経営者一人もいないわけですよ世界中に、うん、でそういう人たちがこう新しい商品を作って会社を大きくして人を雇って経済を大きくしていきたいと必死でやってるわけですよねで,ねで我々はそういうところにお金を投じてるわけですからおのずからその成長性があるところにお金を入れてるわけなんで時間が経てばそれは増えていくものだと。 ある意味、そういうふうに長期的な成長を信じられる人が、こう投資の果実を得られるんだというふうに思うんですね。そうですよね。はい。それから、まあ、確かにね、銀行預金、あの、あの、安全なことは安全なんだけど。今もう一つ、インフレがね、物価高でどんどんどあの。お金が目減りしていくわけですよね。うん、インフレというのはね。うんうん、そうなると、あの、銀行預金は確かに安全だけども。これ、物価が上がっていけば、実質的に目減りしていく。そういう意味でも。 私たちもやはり先ほどね大口さんが言ったお金に働いてもらうっていう投資でもってお金を増やしていくといこれは重要ですよね。質問の中に今日はニーサやってますがイデコとの違いが分かりませんっていう人もいたんですけど<あ>今日はね時間がないからそこは説明できないんですが先ほどの「マネーの学び」のアーカイブの中に、うん、イデコの会もあるのででもこの指摘はあれですよね、はい、すごくいい指摘で、はい、ニーサとイデコどう違うんだろうとよく実は聞かれます。ということは<え>金融庁の皆さんにも言いたいのは イデコとかニーサって分かんないんですよ。<laughs> 英語で。もう少し日本語で優しいイデコというのはまあ年金型とかね。ね あなんかちょっとそこを考えてほしいですねそういうこともですね一応マネの学びでやってきたので <laughs> ぜひアーカイブをご覧いただきたいと思います、はいはい、あの今日ご紹介した銘柄などは推奨ではございません投資はあくまでも自己責任でよろしくお願いします,す、ねはい、あっという間生だとあれもう終わりですこの3人で生ってないんですもんねいつも我々収録でやってるので、まあ、好き放題でディレクターが編集してくれるってやつなんですけど、うん もう終わりですだけど、なんかいい感じでね、意外,意外にあの <laughs> 収まりまりしたねこれ、第1回にして、また第2回もやりたいですよね。あじゃあそれはうちの方にちょっと言ってきますね、<laughs> あのこのテレ東ビズのスタッフにということです、す、はい、さあ、えー、と番組にも,もう終わりに近づいてまいりましたので、ここで、テレ東ビズ2周年感謝祭、視聴者プレゼントのキーワードを発表いたしますキキーワーーーワワドドははただすたです。 アーカイブでこれまでのセッションのキーワードもチェックできます各セッションで発表されるキーワードを集めて感謝祭のホームページからご応募ください抽選で素敵なプレゼントが当たるということです応募の締め切りは7月13日ちょっと時間がありますね7月13日木曜日の午後11時59分までとなっておりますキーワードはかです さあ短い時間ですけれども、マネーの学びは、テレビ東京、テレビ東京じゃない、BS テレビ東京の木曜日夜10時から、あとですね、日経プラスナインでも毎週金曜日に、マネーの学びプラスナインとしてお送りしていますすこちらもぜひご覧いいただければと思います終わりです。 お疲れ様です。<laughs> はい。じゃあ村尾さんいつもの最後の締めの言葉をよろしくお願いします、はいはい。それではまた次回も一緒にマネーについて学びましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ました収まったかな時間。大丈夫だね。